すごいやつ言ってんの。はっきり言って、はい、2023年サンチャンスめちゃくちゃいい日がありまして、はい、それがすごいパターンに。成人とこ、成人とこ、2023年の政治はどうだということでですね、島田君とですね、はい、早草さんに来てもらいました。お願いします。お願いします。実はあの僕は、はい、もう半年以上前に、はい、チャンネルの方で占わせていただいてるんですよね、はい、ありがとうございます。どうでしたか。島田君がいろいろ言うてくれたことを、はい、あんま覚えてなかったんですよ。一番良くないね。ごめんなさい。一番良くないんだ、それ。俺すっごい時間かけて、はい、もうね、大好きな先輩だから、はい、なんとかこう、いい、はい、あんな失敗はもうしてほしくないと思って。はい、はい、はい。はい、でもそうです。そういう意味では、大きな失敗は何一つないです。じゃあ、まあまあ良かったかもしれないっていう。はい、ただ、覚えてはいない。覚えてはいないです。意外にしてくださいよ、本当に。だから結果良かったっちゃ。結果良かったですね。今日まだここにも来れてるし。ただですね、やっぱりもう大好きな先輩なんで、はい、2023年もね、はい、もう健やかに、ああ、もうね、もう平穏にやっぱ行っていただきたいわけですよ、うん、ありがとうございます。そこでやっぱりね、後輩たちは心配なので、はい、2023年も占わせていただきたいと。はい、ありがとうございます。で、今回は、はい、ちょっと僕だけでは心もとないので、はい、後輩なんですけど、はい、すごいやつ連れてきました。なんかそれ、でも前回言うてたよね。言ってました。すごいやつがおる。すごいのいるんですよと。パシンカのハヤブサって言うんですけども、はい、いわゆるちょっとこう見えちゃう、うん、見えちゃう人なんですね、うん、ただ僕は一応ね、手相とかの統計学ですが、はい、こちらはもうそういった霊視っていう、もうダブルで占っていこうかなっていう、うん、あ、そうか。だから占いはできはるんやけど、うん、見えもするという。そうなんですよ。バンバン当てますからね。一回の東海オンエアさんってもう人気のね、 YouTuber さんいらっしゃいますよね。ほうほう。あの方たちとコラボした時に、はやぶさが、はい、皆さんが空港だっけ、はい、空港でもう勝手に隠れますと、広い戦ってるところ、それを霊視で探してみなさいよみたいなっていうところでやったところ、あれバンバン当てて、はい、ほぼ全部当てたんです。ほぼ当てました。はい、すごくないですか。すごい。でも私、せいじさんにお礼を言いたいことがあって。あ、何やろ。チャンス大城さんってよく、はい、せいじのところにも出てるじゃないですか。はいはい、で、私ももともと芸人をやってて、はい、で、チャンスさんとはもう20年以上の付き合いだったんですけども、急に私のところに連絡が来て、はい、どうやったら売れるか占ってほしいって、うん、もう急に連絡が来て、まあ、でも金もないから払えへんけど、タイガースの T シャツあげるから見てって。うちタイガースファンだったんで、はいはい、あ、いいよって言って見てもらって、あ、見に来てくださって、で、私が一言言ったのが、せいじさんとこ行きなさいよって、おう、っていう話をして、おう、何でもいいからせいじさんとつながってっていうアドバイスをしたんですよ。あ、そうなんや。で、そこからまあせいじさんであったりジュニアさんであったりが皆さんが後押ししてくださったのもあって、もともと実力あった方なので、ぐん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 上がってくれて、おかげで外れなくて済んだんです。いやいやいや、すごいな。でもそれ今ちょっとズゾッとなったわ。だってね、いろんな芸能人の方いらっしゃる中で、まあ同期ではあるけど、せいじさんってピンポイントで言うってのがすごいっすよ。すごいよな。例えば、なんとなくざっくり同期の人と、ええ、仲良くしてくださいねとか、そういう言い方するか分かるな、ええ、吉本の人とか、そこまでのこと、俺っていうのかな。そういうのがあるんです。チャンスは恩人だって言ってましたね、せいじさん。どうしますか。僕も見てきましたし、はやぶささんも見てきてますけど、それはそのそっちの業界で決めていいや。どうする。そっち業界であれやろ、はい、俺の方が前がええとか、私の方が前がええとか。まあ、前回もね、見させていただいた、まあ、復習もあるんですけども、うん、まずまあちょっとじゃあおさらい的に性格を言っていくと、はい、本当にその僕がまあ生年月日だとか手相で見た中でもトップクラスのやっぱお調子者っていうのは前回言わせていただいてましてね、はい、まあ、周りから乗せられて自分もね、自信を持ってこうだと思うと、もうとんでもないエネルギーが発揮できるっていう、とにかく周りから乗せられてると最強なんですよっていう、はいはいはい、ただこの少女のような天真爛漫さがあるのに疑い深いところもあるので、そこが要注意なんです、はいはい、ね、意外と傷つきやすいとか、そうですね、はい、まあ、サービス精神旺盛、うん、どんな環境でも適応してそこで自分の基盤を作れるとか、うんうん、まあ、めちゃめちゃ強運とか、うん、好奇心旺盛で商売上手とか、うん、情報収集もうまいとか、うん、で、若い頃いろいろ苦労したことも年々身になる大器晩成型とか、うん、
流行にも敏感で情報収集もうまくて旬の話題にもこと書かないとか、うん、すごくいいところがいっぱいあるわけですよね、企画開発やクリエイティブの世界でも大活躍しそうって、うんうん、ああそれ覚えてる、はい、で、まあ、根は落ち押し者、まあ、持論が好きで世の中への不満や文句が多いとか、うん、持論を語るのは好きなんだけども表面的な話が多く自分のエピソードは隠しがち、うんうん、突っ込まれると途端に弱くなるとか、短期でもたもたした人にイラッとしやすい、はいはいはい、しっかりしているようで抜けている、はい、金が好き、はい、理屈っぽいことを言うが突っ込まれると弱い、はい、思いがけず吹いてきたハプニングには弱く、うん、単に慌てふためいて最悪の場合は責任を他人になすりつける、ずる賢いところもっていう、ね、いやもうずる賢い、それはもうバカ、もう数々やってきた、うん、で一応前回言わせていただいたのが、テクニシャン、セックスの、オセックスがオセックスの一応テクニシャンと一応出てたっていうところがあったんですね。そうか、それは当たってないですか。それは相手に聞いてもらうのは分かる。どうなんですかその辺は。どうなんですかその辺は。やっぱ手はよく使う感じはありますよ。え、何そう、わかんない。ものすごいスケベやんか自分。そんな男の人の、この人、この人どんなセックスするんやろって見たらわかんない。ある程度は。え、ちょっと、え、セイさん手使う。うん、特に左手をよく使うんですよね。え、利き手じゃない方。はい。へえ、そう。何もさ危ない危ない危ない、うん、じゃあ、いよいよ2023年の僕の見立て発表させていただきます、はいはいはい、2023年ですね、人のために尽くしたり、うん、まあ、自分がちょっとこう損するなと思うことでもどんどんやっていった方が結果身になる年かなという、うん、まあ、あの損の役回りを引き受けることになったり、うん、ちょっと忍耐力も必要になってくるんですが、うん、人にやってあげる、うん、世間のために、うん、社会のためにという気持ちがすごくプラスになってきそうですっていう、まあ年も年やからそういう気持ちになることが多いよね。あ、そうですか。もうな、50も過ぎたら、うん、だいぶ丸くなられました。もう まん丸ですよ、ね、まん丸ですよ。そうですね、はい、であのちょっと例えば身の回りの不要なものなんかを後輩とか必要としている人にたくさんこうあげるのもいいんですけど、ああ、そういう企画とかでこう視聴者の方に何かこうプレゼントみたいな、ああそういうのもすごくいいんじゃないのかななんて思いましたね。ああ、わかりました、ありがとうございます。で、望まないショックな出来事とか、うん、まあ、変化とかもあるかもしれません、挫折もあるかもしれませんが、結果それが環境が変わったりもすることも新しい世界、才能が開花することにつながってくるので、うんうん、なんかそれはまあその時は落ち込んだとしてもそれはいいことなんだっていうふうに思っていただいていいと思います、はい、でちょっと注意なのがありまして、はい、お酒飲まれますよ。飲む。お酒を飲んでの失言に注意っていうのをちょっと。ああ、それは相当してんねんけどな。でも相当してるんやけど、最近酒の酔い方がちょっと変わってきて、はい、あの気絶したみたいに記憶がないねん。この1週間2週間2週間ぐらいかな。でもそれ起きてはいるわけですよね。起きてて携帯とか見たらあっちこっち電話してたり、自分で LINE のバー送ってんねんけど、ないねん記憶。ちょっと本当にお酒飲んでの失言やばいな。もしと生配信とかだったらそれがもう全世界に流れちゃいますし、はい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 、配信じゃなくっても先輩とかにかけて失礼な電話で怒らせてしまうとか、これ年末年始と飲む機会も多いですし、そうです、トラブルのもとやな、ええこと聞いた。あとちょっとまあないんですけど、一応出たことによって言うと思うんですけど、はい、恋愛系のちょっとトラブルが5月から7月ぐらいがちょっと注意。なトラブル、何そのなんか女性と揉めるってこと？魅力的な女性が来て、ハニトラ？ああ、うん。的なこと？そうですね。ちょっとそこで出会う魅力的な女性は、必要以上に警戒しないと、うん、まあ、この時期は大丈夫だと思わないで、もう慎重に慎重に臆病なぐらいに、うん、そこはちょっとしっかりしとかないと、それがバーンとこう表に出てしまう。原因は楽観的すぎることが原因なので。なるほど。これはもう大好きな先輩だから僕はあえて言ってるんですけどね。いやいや、まだ気ぃつけなあかんのかと、はい、恐ろしいわもう。
でこの時にですね、その怒られるんです。これがもしね世に出てしまうと、はいはい、まあ、ないと思いますが、その時のですね誠司さんの表情や態度が、世間の怒りをたくさんこう買ってしまってですね、とぼけたりいなすような感じにせず、しっかり反省の気持ち、反省の気持ちを持って真摯に向き合わないとめちゃめちゃ怒られそうっていうのが、あ、国民全員的にだよな。はい、そんな侍もおらへんし、最後の侍でええかもわからへんけどな。いや、もうもうスタッフさんたちも抱えてるんですし、僕らもね、後輩としてね、はい。最後の侍。いや、豪快な誠司さんって見たいですから、はい、ね、ちょっと気をつけていただきたいな、はい、ありがとうございます。で、この年の借金は NG と。はい、これ、来年の？ごめんなさい、来年ですね。はい。あとは、まあ、首、まあ、腰。うん、あとはこう喉のあたりが注意ですよなんていうのが出てます。はい。あと 自動車の運転も注意ですよとかはちょっと一応ありました。それ気づけなわ。それこそ聞いた。とりあえずまあざっとはこんな感じなんで、はい、またちょっと早草さんがあった後にちょっとなんか補足であったらいいと思います。はい。見てました。はい。一つ。はい。同じのありましたか。結構ありました、ね。わあ、やった。そこよろ。すごいんよな。いや、僕もう本当信頼してて、マジでちょくちょく会うんですよ、うん、でその時に島田さん、あれ膝大丈夫、何がとか言った1週間後に膝痛めたりとか、でこの前も島田さん腰やばいよって言われてたんですけど、今日今ぎっくり腰になってるんですよ。あら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 、で早草って結構もう怖いんですよ。なるほど。だオーラの色とかもあるわけですよね。はいはいはい、はい、ちなみにオーラの色とかは紫色と茶色です。紫と茶色で、紫色っていうのは、まさに何ですか。いやいや、みやびな感じですっごい洒落てる色やな。お寺とかさ、京都とかさ、多いよね。しかも高貴な色ですよね、紫っていうと。紫と茶色ってな、高層が着てる袈裟とか。そうですね、似合いそうですね。めちゃくちゃええやん。どういう意味があるんですか。で紫色っていうのは、簡単に言うと、めめしい。めめしい。あ、まあな、めめしいぐらいは可愛いわ。だから女性のいいところも悪いところも持ってるから。いろんな方のね、その占われてるところ見ましたけど、一番バカっぽいですね。ね、レシーブだけは可愛いわじゃないんですよ。何言ってんすか。何言ってんすか。可愛いですね。あと紫色の意味としては、はい、自己プロデュース能力が高かったり、はい、ナルシストだったり、うん、霊感が強かったりっていうところがありますね、うんうん、でだからまあ女性のいい面と悪い面を両方持っているっていう感じなので、はい、目線が細かくて気配り上手な反面、目線が細かいから口うるさくなっちゃうみたいな、そういう部分があるオーラの色ですね。嫌なやつやな。いやでもすごくね、目が届いて後輩たちにも指導もしてるっていう誠司さんっぽいなと思いました、ね、ああそうです。愛情深い色も紫色になってます。うん、でもう一個の茶色なんですけれども、はい、茶色っていうのは赤と青と黄色で出来上がる色なんですよね。で赤が3割、青が1割、黄色が5割っていうイメージなんですけれども、はい、赤がそのリーダーシップを発揮する赤レンジャーみたいなイメージですね。だから怒ったらすぐに顔に出ちゃうとか、あります。でも思い立ったらすぐに走るっていうのが赤色 で青色がちょっと一歩下がって冷静にものを見れるっていう目線を持っていて、それが1割で、黄色っていうのが小学生男子っていう感じで、見たものはすぐ言っちゃうし、思い立ったが吉日で走っちゃって転んでからへへって気づくみたいな、そういう感じの色を持っているっていうタイプですね。そうやな。黄色5割でやっとるな、俺。黄色5割でやっております。確かにすごく好奇心旺盛で、もう我慢できないですもんね。もう思い立ったら。この間、全然知らない人に、はい、話が出よ。ええ音がビコーンなんだと。向こう側がでしょ。そんな向こうがビコーン。びっくりしますもん、だって。BM のな、はい、EV カーを充電してはってな。もう何時間充電したら何キロ走るのかがもう知りたくて知りたくて、こうやって充電した時に、うん、で何分充電するのって気分つけた。何ですか急にみたいな。やりすぎ工事でも
誠司さんって生実家のめちゃめちゃ詳しいじゃないですか、都市伝説、うんうん、実はテラーよりもね、うん、テラーはみんな練習して話してるんですよ。その時にあのそれそうやな、そう言ったらなこうやなって言って、その話の途中でもう我慢できないから、そのテラーがこれから話そうとすること以上のこと言っちゃうんですよ、いつも。言うては言うては、分かんない分かんない分かんない。それこうちゃん、それこうだねこうやでっていう。そうだね、もう言わへん。いやいや、そんなことない、良さです。はい、はい、それ以外の性格なんですけれども、はい、まあ優しい部分があって、うん、あとは甘えん坊で寂しがり、うん、あとおせっかい、誰にでも同じ態度をとる、うん、我慢強い、うん、色気がある、うん、愛を物で測る、うん、あと見返りの言葉を欲しがる、うん、行動力がある、自己アピール能力が高い、情に熱い、やきもち焼き、人に尽くす、困った人にすぐ手を貸す、うん、研究家タイプ、小さいところにのみケチを発揮する。だからその例えば大きいお金はポンポン使っちゃうのに、うん、家の電気消さないとすごい怒ってみるみたいな、いやそれだったらその買い物やめとけよって普通話なんですけど、うん、そういうところがありそうですね。すげえな、当たってます、うん、当たってる、今全部当たってました。うん、そのそんなことってさ、あのちっちゃいところにケチっていう診断なんて今までされたことないの、はいはい、いろんなこういうの番組とかでもこう見てもらってそれ出てきたのが初めてやから、あ、すごいな、ちっちゃいとこケチどやすごい、うわすごいな、それちょっと気になったのが見返りの言葉を欲しがるってさっき言ってませんでした、はい、あの褒められたくて人に優しくするタイプなので、はい、ありがとうって言われないとだんだん腹立ってくるそうかな、それは意識ないけど、それスタッフさんどうなんですか、はい、あ、どうですか、そうですね、そう、うん、今みんなが言ってくださってるから、うん、あの欲は満たされてるんですけれども、自分が褒められたくて人におせっかいをしたり優しくしたり尽くすっていうタイプなんですよね。押し付けの優しさやなるほどなあ、そう言われたらそうかもわからへんな面白い診断ですかね、はい、あと体とかも見てもいいですか、はい、はい、見てました、はい、私あの体がこれこのあと不調になりそうだなとか調子が悪そうだなってところがモザイクみたいに見えるんですよ、でモザイクがかってるところをお伝えしようかなと思います、はい、お願いします、はい、見えちゃいました、はい、あの島田さんでもさっきおっしゃられてたんですけれども、はい、首は気をつけた方がいいと思いますね、うんうんうん、あの特に右側の首の血流がちょっと細く弱くなってるので、はい、あのあんまりカーって怒ってしまったり急に血圧上がるようなことはしない方がいいかなと思います。怖いわ、気をつけよう、ここですね、気をつけるべきは、うん、であと腰もあの島田さんがおっしゃってましたけれどもモザイクかかってるのでちょっと気をつけてほしいなっていうのがあります、うん、もう持病というかも仕方ないこれは、で基本的に体の左側が弱いんですよね、であのご自身で認識してるかわからないんですけれども普通の方よりも体は弱いので少しケアされていく年にこれからはしていった方がいいかなと思います。で特にケアするのはあの心臓の動きがちょっと弱くなってきてるので、うん、弱い遅くなってきてるので不整脈など気をつけるのと、あ不整脈はねもう家庭であの手術をしました。ありがとうございます。失礼しました。その経過観察は忘れないようにしてほしいかなと思います。あそれも言ってないな、はい、完全に病院ではなってない、すごく感知してるとはあまり見受けられないのであら、はい、あの定期的に検診は行かれた方がいいかなと思います。ありがとうございます。あとは、まあ、体の例えば肩甲骨のこりなどはほぐした方がいいなっていうのと、一番気をつけるべきは目ですね。目、うん、目がちょっとかすんできてしまっているので、うん、あのそれも眼科に行った方がいいかなと思います。へえ、なんか急激に老眼が進んだので、はい、そっちばっかり気になってそのかすんでるやつが気になってないのかも。どちらかというと気をつけるのは白内障の方だと思うので、あのもしちょっとかすむなとか何か見えにくいなって時は早めに検診に行かれるといいかなと思います。白内障ってもうすぐ、緑内障と白内障あるでしょ。ありますね。白内障というのは手術すぐして治るものなんですかね。あのやっぱりあの治ります。手術がでも必要ですよね、進んできてしまうと。あの後でお薬出しておきますので、あのロビーの方で。どうもありがとうございました。お大事に。ありがとうございます。あの来週の予約入れておきます。予約ね。じゃあそのロビーでやっといてくださいね。はい、1週間経ちました。そんなに優しい、優しい、一応乗ってくれるんです。優しいんだよ。は
はい、あと2023年の運勢ですね。はい、とにかく空回りしやすいので、それは気をつけてもらいたいなっていう感じです。その空回りが良くないということですね。良くないということです。で、今までは次から次にやりたいことに手を出している状態だったんですけれども、はい、それも自発的にやりたいっていうものに手を出していて、成功してきたんですけれども、はい、これからは、まあ、自分のやりたい順っていうのはいいんですけれども、もう少し優先順位をつけて一つずつやっていかれるとか、しっかり一個一個片付けていくということです。あ、僕も一応出てました。 そうです。あんまりあっちもこっちもよりも来年はちょっとこうしっかりこう狙い定めていった方がいいかなって。はい、わかりました。ありがとうございます。であと、まあ、うさんくさいんですけど、守護霊さんのセリフなんですけれども、はい、守護霊さん曰くぼーっとする時間を大事にしましょうって言ってますね。であと人の企画に乗ってみましょうっていうふうに言ってます。はいはいはい。ちなみに守護霊さんも今見えてるってことですか？はい、はい、見えてます。見えてました。はい、ちなみにどんな守護霊さん？母方で81歳で亡くなった女の方ですね。すごい断定。母方？身長が結構低めの方です。ばあさんかな。亡くなった年が合ってれば、その可能性は高いと思います。いくつで死んだのか、ちょっと忘れてないな。でその方が他にも言ってるのは、まあ、体調管理、体調の何でしょう、ね、変化の年になっていくから気をつけろっていうのと、はい、あとは例えば何でしょう、ね、不労所得であったり教育であったり、はい、見守ることでもう少し収入を増やす工夫をしなさいって言ってます。はい、自分が今までだとがむしゃらに働いてとかっていうのじゃなくて、人に動かさせてっていうような方が体調的にもバランスがいいんじゃないのかなっていうのをおっしゃってますね。好きな言葉なんですけどね、不労所得って。俺言えないんですね。一個確認したいんですけど、はい、僕さっきちょっと夏前ぐらいちょっと注意しましょうねって話したじゃないですか。はい、それは早草さん的には大丈夫ですか？まあでもその影はあるので、ハニートラップ的な子は来ると思いますね。まあハニートラップなのか、普通に若い可愛い子なので、ポニーテールが似合いそうな女の子には注意した方がいいかなと思います。めちゃくちゃタイプだよ。顔ちっちゃい、顔ちっちゃい、あー丸っぽい顔してて、なんか小動物みたいな。引っかかるじゃないんですよ。そういう子が寄ってきて、それがハニートラップなのか、たまたま何でしょうね、寄ってきくる子なのかは私は判断できないですけど、めちゃめちゃ貢ぐ感じはあります。俺が、はい、具合悪いな具合悪いな、それは具合悪い。自信あるもん何の自信なんですかこれが当たるこれは視聴者の方、島田先生から視聴者の方にこうすれば、はい、開運できるよという何かあるんですよね。はい、2023年、皆さんぜひね、開運的にこんなことしてほしいなって話なんですけど、はい、これはもう全員に当てはまるのでね、もう見てる人全員にできるから、はい、これはもう視聴者数を稼ぐためにも最高のやつです2023年って十二支だと何年かご存知ですか？うさぎ。うさぎです。うさぎ、はい、なんですが、詳しくいくとこれ水のとのうという年なんですね。豪の虎みたいなことですね。そうです、そうです、はいはい、でこれが、まあ、60年ぶりに来て、はい、60年で一周するんで還暦なんて言うんですけども、はい、来年は水の戸の卯なんですね。はい、これどういう年かっていうと、この水の戸というのが終わりと始まりを表す、はい、まあ、旧体制が終わって新体制が始まったりする、まさに春の訪れみたいな、うん、でこの卯というのもですね、もともと語源が草冠の植物が生い茂るから来てるなんて説もあるぐらいで、やっぱり植物が芽吹いていくスタートみたいなことと言われてるんですね。でこれ中に点々入れる卵になりますよね。はい、うさぎ年って昔から卵に転じるなんて言われていまして、卵を生み出しておくとですね、2年後に花開くと言われてるんですね。へー、これうさぎ年の次は辰年で、次が蛇未年なんですが、卵が立ち上がって実になるっていう、ホップ、ステップ、ジャンプのホップの年なので、ぜひなんかこう始めていただきたいっていう。でそんな時に、じゃあいつ始めたらいいんだってことなんですけど、なるほど、ラッキーデー、うん、はい、2023年3チャンス、めちゃくちゃいい日にちがありまして、はい、それは今書いてもいいですか？もちろんです。はい、それがですね、一粒万倍日っていう、はい、一粒が万倍になるって、すごくね、この日何かやると成果出ますよっていう日が、はいはい、ありますね。あと転写日、
はい、天が全ての罪を許す最上の大吉日、はい、これが重なるっていうのがこの3日間なんですけども、はい、それがこの3日間になります。1月6日金曜日、3月の21日火曜日、そして8月の4日金曜日。へえ、ここはですね、祝日なんですよ、春分の日で、はい、ぜひね、この辺をこう利用して何か始めていただきたいなという。へえ、でちょっとこれ消してもいいですか、これぜひ皆さんにちょっとやっていただきたい、はい、皆さんが来年どういうことをしたらいいのかっていうのが一発で分かる占いがありまして、はいはい、これね、どういうことをしたらいい、ぜひね皆さん計算していただきたいんですけども、はい、ちょっと自分の誕生日が分かるとできるんですか、はい、じゃあ誠司さんの誕生日でちょっとやってもいいですか、はいはい、来年2023年なので、はい、占いたい年の後に誠司さん誕生日は、はい、1月25日です。1月25日というふうにですね、はい、占いたい年の後に誕生日をまず書くんですね、はい、でこれを全部バラバラにして足していくんです。あ、はいはい、はい、2足す0足す2足す3足す1足す2足す5は、はい、というふうに、はい、そうすると4、7、8、10、15と出ます、はい、最後2桁になりますんで、この1の位と10の位もバラバラにして足しますと、1足す5は6というふうに1から9の数字を出してほしいんですね、はい、最後28って場合は2たす8は 10は1たす0で1というふうに出します、はい、でこの1から9の数字が出るんですが、その出た数字が皆さんが今年頑張ったりするといいテーマが分かる数字ということなんですね。何を頑張る数字なのか、はい、その一覧が先生いいですか、こちらになります、はいはい、僕は6。あ、お前当たってるんや、さっきのやつとやっぱり当たってんねんな、リンクしてます。6、自己犠牲、人に尽くすってね、うん、うん、やっぱリンクしてんねんな。そうなんですよね。へえ、面白い。で1が出た方は何か始めるスタートですね。これちょっとしばらく、はい、見といて。これ2の方は出会い人脈作りなので、いい出会いがありそうなので人脈作り頑張りましょうとか、うん、3はもうご褒美の年と言われてますので、楽しみきるといいことが起きそうですよ。4は基礎固め、まあ、体ね、もう一回こう足腰を鍛えるとか、あと家関係も基礎ですし、うん、新築引っ越し模様替えもいいです。あとは仕事も基礎を固める。で5は転機チャレンジなので、もう一回こう上を目指すみたいな、転職もいいですし、あとは新しいことをどんどんやっていくっていうね、はい、もうなんかご飯食べに行った時にいつもと違うお店に入るとか、そんなことでもいいので、なんか新しいことをやっていただくといいですと、うん、で6が誠司さんと同じなんですが、人のため、自分というよりも人のためにやると、それがたまって2年後返ってきますよ、人貯金しましょうと年ですね。で7が、自己投資、勉強、資格を、まあ、取るとか、習い事をするとかするとすごく身につきますよと。で8が過去7年の頑張りが報われてくるといういい年なので、あまり考えすぎずに自然体で来たものに対して素直にこう受け入れていくといいところに流れ着きそうですよ。で9がけじめ集大成、断捨離、また翌年1に戻りますので、うん、この年は何かを形にするとか、いらないものを整理整頓する、人間関係も仕事もってことをすると、まあ良さそうですよってことがありますので、ぜひと皆さんこれね参考にしていただきたいと思います。でもあなた忙しいんですね、やっぱりこのフリップが相当使い込まれるあの、ね、いないんですよ、そこじゃないですよ、そこじゃないですよあなた来年もいい年になりそうです。前をすいません、すみません、年末年始いろいろやらせていただいてます。すみません、いつもお世話になってます。ありがとうございます。ということでですね、すげえ2人にですね、2023年の政治を占ってもらいました。そしてあの島田君が教えてくれたね、あの計算して、はい、みんなが開運できるというやつもありますので、楽しんでいただけたと思います。またでも、はい、年明けたら、一緒になんかそういうスポット行きましょうよ。運やらへんの、運やらへんの。僕その日だけあのスケジュール空いてないんですよ。嘘つけその日だけ、すいません、いやいやいや、その他全部ガラ空きだったんですけど。行こうや、え、行こうや。だからそれはこの俺がオカルトのこのチャンネル始めたのはみんなに見てもらうためにやから。あ、そのさっき言ってたやん、人のために言うてこれもそれや、社会貢献や、みんな見たい言ってんねんから。そうです、だから一緒に行こうや。だって誠司さんって霊感終わりじゃないですか。うん。いやでも写真撮ったりとか、そのはっきり見えることがないのよ。ただ確かに面白いと思ったのが、ハヤブサってすごく見える人なんですよ、はいはい、スイッチ入れたら、はい、でこの
お二人が同時にあそこにいるって言ったら、もうそこにいる可能性限りなくもう高くなりますよね。二人が同じ場所を指したら、うんうん。それは面白そうですよね。うん、それを生で見よう。だからそれをぜひ、ね、お二人でね、本当に見ていただいたら。来たらええやん。なんでですか。めちゃめちゃ怖がりなんですよ。あ、そうなの？めちゃくちゃ怖がりで。はい。でもそんな仕事多いやん。いや、ありましたけど、はい。で、その後結構なんかその体調おかしくなったりとか。除霊できるから大丈夫です。え、なんで？条件はそうだった。来年、こうご期待その日だけちょっとね、スケジュール合わない。いやいや、もう大丈夫です。